日本兵庫県神戸市東灘区三影本町地内の町並み三影本町4丁目で撮影三影本町とは、兵庫県神戸市東灘区の町名の一つで、旧三影町域の旧、三影村域の内阪神本線を北限とする区域を指す。1丁目から8丁目までが存在する。平成17年国勢調査における世帯数は1983。 人口4307で内男性2119人、女性2188人。郵便番号65、658-0046。昭和43年6月1日に、三影町三影矢浜東、上東、湯場、上湯場、沢野井、浜中、浜西、上中、上西が合わさって、住居表示を実施し、誕生した。東は、東、三影線を挟んで、 住吉南町、南は海を挟んで、三影浜町、西から、北西は旧石屋村域の三影国町、南西はハーバーハイウェイの灘大橋を挟んで、田区灘浜東町、北は阪神を挟んで、三影中町、北東の一点で、住吉宮町とそれぞれ隣接する。旧、障子の湯場とは弓をいて、豊作を占う、古来の信仰行事の場である。 同じく沢の糸は、御影という地名の由来となった、神宮皇后が、三冠聖伐の木祷に姿を映した泉である。伝説によれば南北朝時代、この泉の水で酒を醸して、五代醐天皇に献上したところ、大層を喜ばれた。時来、付近の酒造家は、加納という聖縁を名乗り始めたという。六丁目の西宝寺境内には、古来の名称。 三陰の松があり多くの文学作品にも登場した。名称は明治27年頃に行かれ、今は二代目。その南が、田伊佐都酒造組合である。名田伊佐との一つ、三陰里の中心地、酒造地帯であるが、阪神大震災によって木造の酒蔵が全開した。ありがとうございます。